どうも、イングランド代表のロイ・ホジソン監督、顔がダメそうでおなじみ、レオザフトボールでーす。なんかね、すごい結果残してても、なんか顔がダメそうなんてすごい評価上がんないんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしまして、またね、ドイツ対イングランドの親善試合この間ありましたけど、それでね、ちょっと抜かれた瞬間も、なんかドイツ2点入れられて落ち込んでわかるんですけど、誰も隣にいなくて代表監督なのに、こんな感じになって、なんか、構図がなんか瞳を閉じての時の平井堅の PV と一緒だなっていうふうに、思ってましたけど、ということで、まあね、僕はイングランド人じゃないんでね、人ごとなんで、まあ、ロイ・ホジソン監督応援していきましょう。というわけで、ヨーロッパサッカーミーティング、今日もですね、ヨーロッパサッカーの話を中心に皆さんと、サッカーのことを楽しんで、コメントとかで盛り上げてもらえたら嬉しいなっていうふうに、思ってたりとかします。というわけで1個目の質問いきましょう。ホーリー241さん、メッシはバルサでキャリアを終えることを望んでますが、もし移籍するならどこのチームが合いますか、というわけでですね、合わないチームないと思うんですよ、メッシぐらい、素晴らしい選手で、もう歴史上最高の選手と言っても過言ではないと思います。なんで頭もいい選手なんで、すごい合うと思いますし、移籍したらですね、どのチームも合わせると思います。やっぱりですね、メッシっていう選手はいるだけでチームを勝たせてくれますし、うん、何人監督変わってもタイトル取ってますからね、どの人でもスタメンになって、何十ゴールも決めて。なんで、で、バルサでですね、キャリアを終えることを望んでるって言いますけど、これはできると思います。それなんでかって言いますと、ストライカーしかできない選手だったら、例えば、なんですかね、ベテランになって、ベンチを温める機会が多くなって、外に行くっていうことはあると思うんですけど、メッシの場合ですね、運動量が少ないこと言われてますけど、メッシの運動量の少なさって、攻撃に、力を温存してるイメージがあるんですね、自分の英語っていうより。それなんでかっていうふうに思いますと、最近の試合ですね、バルセロナってやっぱ 4-3-3 のシステムを取りまして、3トップがカウンターに残るんで、 4-3-3 なんで、アトリシコとかだったら4枚4枚でボールがある方にこうキュッて寄ってちゃんと守備をするんですけど、 4-3-3 だと相手のサイドチェンジのタイミングが良かったりすると、寄り切れなくて、すごいピンチになったりとかするんですね。その時に右サイドがダニエル・アウベス一人だったりとかしたり、あとダニエル・アウベスが、中にスライドしてる時に右サイドがすっぽり開くときとかは、メッシちゃんと戻ってカバーしてるんで、そういう危機察知能力っていうか、危機管理能力は非常にメッシあるんですよね。あと最近はもうゲームメイクをバルセロナができてないかったりとかすると、中に入ってきてゲームを作りながら、自分も得点決めるっていう、非常にですね、多い役割をこなしてますんで、なんで、晩年になってもし得点とか取れなくなっても、チャビ的な感じだったりイニエスタ的な感じで、ああいう風にチームを勝たせてくれるような選手になるんじゃないかなっていう風に思ったりしてますね。やっぱ本当に上手い選手っていうのはディフェンスも上手くてですね、なんで、メッシは去年のね、バイエルンとの、ファーストレグでベルナトの、パスカット高い位置でしてミドルシュート決めましたけど、ああいう風に相手のですね、パスコースを切るような、守備をするのが非常に上手くて、セカンドトップゼロトップをガルディオラ時代やってた時も、ボランチへのセンターバックからのパスコースを、切るようなポジショニング、動いてないですけど、そういうのやってたりとかして、あと痩せて、ピザ食べなくなってちゃんと痩せたっていうのと、尿路結石が出てから非常に調子がいいですね。なんで、まあ、これからも期待したいと思います。久々にメッシのことを熱く語ってしまいました。というわけで、続いていきましょう。コムチェルシーさん、チャマ君とレオさんはどういう関係なのですか、同居人ですか、また年はいくつ離れているのですか。まあ、こういうね、質問を答えたことないんですけど、ちょっとチャマ君から答えていいよということなんでね、答えさせていただきたいと思います。ですね、僕とチャマ君はですね、同居人ではなくてですね、あれ29年前だったかな、政府がですね、人間のクローンを作ろうっていうことでですね、初めての被験体として選ばれたのが、チャマくんだったわけですね。その時にですね、チャマくんのクローンとして、第一号生成されたのが僕でして、その時に政府がですね、その研究結果だったりとか実験のことを、公表したくないという、ことになりまして、それで、そのことは秘密にされて、それから、生活したのが僕っていうわけで、なんであれが29年前でして、チャマくんが今年還暦ですから、僕は29で31歳差ですからね。なんで、このことはもうこの動画を見てる方だけの、秘密にしていただきたいと思います。というわけで、続いていきましょう。ケビン・デブ・ライネさん、今回の代表は清武の成長が見れた試合でしたね。日本人は海外では使われる側が多い中で、清武はノーハーで司令塔というポジションなので、清武が香川だったり他の選手を使っていくのは日本代表にとってかなりいいものになったと思うんですが、レオさんはどう思いますか。そうですね、清武非常にいいと思いますけど、まあ言った通りアフガニスタン相手なんで、そこまで信用できないっていうか、
基本的にはいい選手ですけどね、実力を測れないというのと、僕がですね日本代表にしてほしいサッカーっていうのは、やっぱり岡田監督も言ってましたけど、世界のトッププレイヤーはボールを蹴りたいところに蹴る能力が高いんだ、そこを日本人っていうのはなかなか評価しないというところで、清武だったり香川だったり本田はやっぱ蹴りたいところにボールを蹴る能力っていうのが、高い選手ですよね。長友なんかもあんまりそこ注目されてないですけど、クロスの精度、両足で高いなというふうに僕は思ってまして、なんでそういう選手を中心にですね、チームを組んで、そのパスとかそのなんですかね、キックの技術を高い選手で組んで、ミスを少なくして、ボールを支配するサッカーをする。でなおかつ今、ハリルホジッチが提唱しているインテンシティが高くて切り替えが早いサッカー、まあそれは当然重要なんですよ、世界的な、サッカーのなんですか流れって言いますか、強いチームから見てなんですけど、それをメインにしちゃうとフィジカルが強いアフリカのチームだったりとか、それをなんですか、そこを強み出せるイングランドだったりドイツのチームに負けちゃいますんで、ボールを中心に置いたフットボールっていうんですか、やっぱりね、そこを支配しないと日本人っていうのは長い距離走って戦うとかそういうところには絶対、向かないんで、スプリントとかも、絶対ね、海外の選手の方が速いですし、直線的なスピードってなってきますと、それぞれの、コンビネーション能力高いですから、総合意識でそこに、なおかつその連携が高いところに、キックの技術を使って、相手の選手にボールを触らせないというか、こっちが試合するサッカーをやって、でそれでも取られた時にハリルホジッチ流の、インテンシティを、使うようなサッカーをしてほしいと思います。インテンシティを中心に置く、そのなんですかね、堅守速攻だったりとか、プレス速攻っていうのを、中心に置くような当たるチコだったりとか、そういうサッカーをするのは非常に危険だというふうに、僕は思います。まずボールありきのサッカーをしてほしいんで、香川だったり清武っていう選手がスタメンに選ばれるのは僕は賛成しますね。最後はですねこちらですね、玉尾メストさん、ゲッツが、バイエルンで使われない理由を教えてくださいというわけで、そうですね、僕ゲッツ、好きな選手でして、ドイツ代表 と、バイエルンミュンヘンの、なんですかね、扱いでの格差を感じるみたいな話を、よく言われてますけれども、この間のドイツ代表の試合も、なかなかスタメンで出なかったりとかしますね。やっぱコンディションの問題でだったりとか、ドイツ代表だとやっぱりエチルが、ゲッツの位置にいたりとか、フォワードにマリオ・ゴメスだったりを使いたいっていうところで、出てないんですけど、バイエルンだとまた状況が、違ってくると思います。それで、まあ、シーズンの後半で最近ですね、使われない理由をちゃんと説明、ちゃんとプレイ見てできないぐらい使われてないんで、ある程度考察の部分が多くなってくるんですけれども、ちょっとこういう図を使って説明したいと思います。こちら、はい、こちらですね、わかりますか、これがですねバイエルンの、基本陣形なんですけれども、4-1-2-3 ですね、この 4-1-2-3 で、これが、攻撃の時にはですね、右サイドのラームが、この1のボランチの隣に入ってきまして、サイドバックがスライドして、3バックのような、広く開いた、3バックのような形になって 3-2-2-3 って言えばいいんですかね、そういう形になります。3バックが開くのは、まあ、一人一人の技術があることが前提なんですけど、ボールをそこでミッドフィルダー的に保持して、前線の選手が、ボールの受け手になります。ボールを保持することが、基本の人権になりまして、その時にですね、まあ、この色が変わってるところがあると思うんですけれども、この、2ハーフって言えばいいんですかね、両サイドウィングが開いてワントップがいるんで、これ相手のフォーバックをイメージしてほしいんですけど、その間に突撃したりとか、突撃ってなんかね変な言い方ですけど、入っていったりとか、下がってゲームをメイクしたりとかするところ、ここがですねゲッツの位置なんですよ。それなぜかと言いますと、この両サイド、バイエルンの両サイドっていうのはですね、サイドにガッと張ることによって相手の守備陣形を広げるって役割と、広げるだけじゃなくて、そこでですね、突破してクロスを上げたりですとか、中に入ってきてカットインしてミドルシュートを打ったりとか、非常になんですかね、独力での突破力っていうのを求められる場所なんですね。なんでここのサイドの第一候補っていうのは、左がドグラスコスト、右が、ロッペンになって、またそこに、コマンだったりリベリーがターンオーバーで使われるっていう形になるのが基本陣形でして、ゲッツもドリブル突破ができないってわけじゃないんですけど、その4人の中では、4人と比べると、ガルディオラの中では、序列が下なんだと思います。ってなるとゲッツは狭い位置でのパス交換だったり、前を向くプレーだったりとか、あと、ゴール前に入ってきて、シュート決める、ワールドカップでのゴールとかもありましたけど、そういうところが、ゲッツの強いところだと思うんで、この青いところの、2人のどれかどっちかになるんですけども、右はミラーがいますね。このミラーのやってる役割っていうのは非常に特殊でして、守備の時にはですね、このワンボランチのチャビアノスだったりとか、ビダルの、隣まで行って、スペース埋めて守ったかと思いきや、攻撃の時は、開いたディフェンスラインの間に入ってって、ツートップ的な役割をして、こう、なんですかね、
ミュラーロールっていう風に名付けたいなっていう風に思うんですけど、いろんなクラブでこういう役割をしてる選手はいないですよ。ミュラーぐらい得点力がありつつ、なおかつ運動量とチームのための献身性があって、パスもさばけるっていう感じで、また、ミュラーの場合はドイツ代表では右サイドで使われてますけど、真ん中にいる方が、確実に効果を発揮する選手なんで、まあ、ミュラーを、ピッチ上に置かないわけにいかない。そうなってくると必然的に左のハーフしか空いてるポジションがないですね。この左のハーフっていうのがですね、基本的にチアゴがスタメンです。チアゴっていうのはガルディオラが連れてきた、バルセロナから連れてきた選手でして、ガルディオラの、戦術本に書いてあったんですけど、パウサ小球士って言うんですけど、チームがですね息を入れるためのプレーをできる選手ですね、ドリブルでキープして周りの、上がりを待ったりですとか、ダイレクトでボールを叩くことによってダイレクトで叩くっていうのは他の味方の選手に時間を作れますから、なんでそういう風に時間を作れる選手ってことでここに、チアゴを置いて、またチアゴの場合はミドルシュートだったりとか、シュートの方だったり、あとドリブルでの、突破力っていうんですかね、ちょっとイニエスタ的なことありますとこありますよね。狭いところにドリブルで仕掛けて取られないっていう。なんでここにはチアゴが使われるのは第一候補でして、ただチアゴが、怪我しやすいっていうのと、あと守備を、重視したい時なんかはここ一列上げた位置にビダルを使って、アンカーにシャビアロスを使ってます。なんでですね、こういう風に今説明したら分かると思うんですけど、非常にバイエルンミュンヘンの層が厚くて、なおかつ、その今説明した役割の中で、ゲッツェっていう選手はちょっと序列が全体的に、下って言いますか、ゲッツェのストロングポイントが活かせるポジションというのはなかなかない。 4-2-3-1 とかのトップ下とかだったら、また、違うんでしょうけど、ゲッツェは、チアゴときちんと比べて試合見たことないんで分かんないですけど、ビダルとかだったりミラーと比べたら、守備への献身性だったりとか、プレスをかけるときのこうインテンシ、なんですかね、トランジション切り替えっていうんですかね、そこの速さっていうのは足りないかなっていうふうに、思ったりとかするんですね。ってなってくると、このシーズンの、後半でガルディオラ最終年でゼガヒでもタイトルを取りたい。そうなってきた時にですね、なかなか序盤でハマらなかったゲッツを冒険的に使うのは、難しいと思います。なんでですね、ゲッツは、使われてないんじゃないかなっていう風に思ったりしますね。クロップのリバプールだったりとか、ドルトムントへの復帰の噂もありますし、ゲッツ自体も、若い選手なんで、ただ来シーズンね、ガルディオラいなくなってね、アンチェロッティ来るんでまた状況は変わると思うんですけど、僕が考える理由はサイドだと、突破力だったりとか今いる選手に比べて独力でチャンスを作る、力が少ない、真ん中だと、守備時の、切り替えだったりとかインテンシティが弱かったりする。また、チアゴの方が、違いを作れるというふうにガルディオラが判断してるっていうところじゃ、ないでしょうか。皆さんゲッツを応援していただけたら嬉しいと思います。皆さんでなんかね、母心みたいな締め方になってしまいましたけど、というわけで、レオザフットボールでした。明日の配信もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。